みなさんこんにちは、いちごチャンネルのあーちゃんです。はい、今日はゲーム実況をやっていきたいと思うんですけど、そのゲームをやる名前はドドン無人島ということは、今雨降っちゃってるんですか、あそばで動物の森です。イエーイ。というわけでね、今雨降ってるんですが、早速やっていきましょう。もう今日はやっちゃってるから町内放送はないんですが、ご了承ください。やっていきます。はい、ということでまずは私のね、紹介です。パスポート開きます。私は住民は、私住民代表、島民代表なんです。皆さんも多分島民代表になってると思うんですが、フレデリック島で梨が一番有名っていうか食べてます。梨が最初から植えてました。はい、それでフレデリック島という名前にしました。島の名前はなんでかっていうと、私がフレデリックというね、フレデリックというあの、なんだっけ、このぬいぐるみが好きなんですよ。だからそれは訳してフレちゃんなんですけど、それをやってその名前にしてみました。これって何の曲だっけ？枝が落ちてくる。はい、ということでね、住民の人はな、何さんと何さんがいると思いますか？そう、住民の方はチョイさんと、チョイさん今いませんね、ちょっと出かけてるよ、チョイさんと、もう一人は誰でしょう。あ、そう、これ金のなる木を植えています。チョイさんはいました、ここに。雨の中散歩するの好きなの？外好きではありません。話聞きに、話聞きます。傘をしまって斧を持つ。そっか、みかんのはこの前売りましたね。うん、これ実はみかんの木なんですけど、何にも出てないだけで、みかんがなってないだけでみかんの木なんですよ。みかんの木を1個植えました。リボンで、それで魚を釣ります。たくさん釣りたいですね。あーん、泥投げ釣った。雨の中釣りする人ってなかなかいないと思う。あ、間違えた。タイミングずらしちゃった。何これ？何？なんかアメンボみたいなのがたくさんいますね。私は魚が釣りたいのが。はい、あ、メッセージボタンが。はい、メッセージボタンを開けてみましょう。月を見ていい。急にこのレシピを開いてみた。石の壁のレシピですね。詳しいですけど、石の壁、石が10個いるのね。はい、石の壁は役に立つのでしょうか。
あれだけど、綺麗になるっていうことなんでしょうね。車庫外欲しいですね。車庫外でラグが作りたいですね。魚釣りました。なんだこれは、アジを釣ったんですね。これはちょっと例の博物館長、あの人に見せます。あの人ですね、ふうたさん。来るか、多分これは鈴木かブラックバスかと思う。鈴木か。大きいのって私が焼いたところね、鈴木だったりブラックバスだったりするんですよ。小さいの、なんだなんだこれ、アンチョビ。アンチョビですね。いろいろ釣り上げてます。お、魚だ。顔怖っ、真顔で。あー、なんかいたから取ろうと思ったら取れませんでした。なんかここら辺にいた。すぐ逃げるんだ。あー今ね、あー、シャコガイが増えた。何個いるんだ。私はこれを、おー、もう作れる。貝殻のラグが作りたかったんです。ちょっと作りましょう。サヌキンチのところに行って。